その田中が右中間に持っていきます。田中は二塁を蹴って三塁へ向かう。スリーベース。いきなりノーアウトランナーは三塁です。空振り三振、ワンアウトです。空振り三振、ツーアウトにしました。さあこれで内野ツーアウト、ランナーは三塁です。追い込んでいるマウンド上の三島。インサイド153キロ見逃しの三振、ノーアウト三塁のピンチを切り抜けたクローザーの三島。2対1ベイスターズ逆転勝ち。正直ベイスターズファンは球界の表のこの大ピンチは三島のピッチング痺れたと同時に生きた心地があまりしなかったのではないかというようなそんなイニングにはなりましたが、見事三島が締めています。1点をリードされた場面での序盤の佐野の自らの球団記録に並ぶという、自らのバットで叩き出したというあの5試合連続のホームランでの同点、あの1点も非常に大きな1点になりました。